はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日は、こちらタイトルとサムネイルの通りなんだけど、ブラフマントライデント4凸の方作成いたしましたので、こちらの方を使ってみた感想っていうのを今回語っていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、まあ、このブラフマントライデントっていうのは正直芝の武器なんだけど、そんなにめちゃくちゃ強くないんじゃないみたいな感じに言われてるんですよね。で、理由としてはスキルの方にあるんですけれども、こちらの起炎法陣後陣攻撃力アップ中なんですよ。で、トリプルアタック確率が上昇するよっていう、まあ、コロマグ編成でも連撃率を上げることができる、まあ、連撃というかトリプルアタック確率を上げることができるよっていう、まあ、今までになかった新しいタイプの、まあ、風雲剣のようなね、ブーメランと体術を組み合わせるかのようなこう新武器なんですけれども、まあ、こちらの方ちょっと攻撃力が足りないんじゃないのっていうふうに言われてるわけですよ。うん、だからまあ結構こう使われるどころかもう作るのももったいないみたいな、やっぱり芝のアニマ使うからね、芝のアニマ使う分こう作ることすらももったいないというような評価を受けてるように感じたんですけれども、まあちょっとそれを救いたいと、ブラフマントライデントのことを救ってやりたいという、ということで、ブラフマントライデント4凸2本作ったんですけど、まあ、1本目がね、1本はちょっとレベル120に上げることすらも叶わないという、僕のアークエンジェル貧民だということがね、バレてしまったということで、今回は1本で、ね、ちょっとダメージチェックをしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回は僕がいつもグリームニルで使ってるベルセルク編成ですね。僕は30連の時はレスラー使うんですよ。レスラーと水着ゾイを採用したこの形の編成を使うんですけれども、基本的に15連とか自分の自発のみ処理するとか、そういう時はベルセルクで行ってるんですよね。で、その時の編成に、今こんな感じなんですよ。コロツエ4本、オールドエッケザクス1本っていう風になってんだけど、まぁ、ちょっとこの状況から、ちょっと装備いじるか。ちょっと排水とか調べるの今回めんどくさかったんで、今回スザク貢献にするわ。コロツエ4本、スザク貢献、バハ武器、オメガ武器、ゼノイフォーロ2本、このソードオブミカエル。この編成から、スザク貢献を抜いて、破壊、ブラフマントライデントを入れることによって火力的な変遷はどうなのか、トリプルアタック確率は上がってるのかっていうのを見ていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、ということでやってまいりました。左側、今僕が喋ってる方の画面、ここでわちゃわちゃやってる方の画面が、ブラフマントライデントを入れた時の編成、で逆に右側の編成はブラフマントライデントを入れずにスザク貢献を入れた時の編成となっております。よろしくお願いいたします。で、まあ今回はね、普通に殴っていくんだけど、まあここで差がどう出るかだよね。まあ、僕は今スザク貢献の方の編成はちょっともうすでに触ってて動画を撮ってて、で今ブラフマントライデントを入れましたよっていうような編成を触ってる感じになってるんだけど、でも今んとこ遜色ない、なんかダメ的には問題ないようなイメージを受けてるんですけど、どうなんでしょうかね。まあ、今回排水編成っていうのがよくわからないっていう理由からあれは抜いてるんだけど、オールドエッケザックス1本入れてたのを抜いてんだけど、でもなんか火力的に問題なくないんじゃないですか。なくないですか。で、ここからトリプルアタック上がるでしょ。結構出てんのかな。確か、2. 何パーセントぐらいでしたよね。破壊の効果。ブラフマントライデントの効果が確か 2% だか 2.5% だかぐらいで、コロッサスマグナを使うことによって、その加護効果が、120% 上がったりしますよっていうような感じだったように記憶してるんだけど、でもなんかダメ的に問題はなさそうな気はしますけど、結局じゃあトリプルアタック問題ですよね。でもなんか結構出てないですか。どうだろうね。アニラの3アビが入ってるから結構その部分からしてもダブルアタックというのはもう出てるんですよね。ダブルアタックっていうのが出てて、まあオメガ剣とかも考慮すると、オメガ剣ゼノイフオノで、まあ 50% で、アニラの3アビを使うことによって、これで 100% になるんですよ、ダブルアタック確率が。で、トリプルアタック確率は、20%、50%、ゼノイフォーノの効果中は 50% ぐらいかな、になってるっていう感じで、だからトリプルアタックだけ上がるよっていうのは、ぶっちゃけ効率的にはいいんですよね、この編成からするのであれば。結構効率がいいなっていうふうに思うんだけど、でもこれ正直、
なんか俺、ああダメだなって言おうかなと思ってたんですよ。あの基礎火力が低いからちょっと厳しいかもしれないですねっていう風に言おうかなと思ってたんだけど、これいけるんじゃないの？どうです？いけそうに見える。あ、でもここのダメもうちょっと高かった気がする。47万か。あー、やっぱ下がってるね。下がってはいるんだ。結構アニラのパワーが足りないかな。あのオメガ剣じゃないんですよね。オメガ剣だからあのアニラだけ適用されてないんですよ、オメガ武器が。なんですけどやっぱその時になってくるとあのパワーの差がちょっと出てきたかなっていうような感じはする気がする。ここでバフなし状態ですね。アニラの4サービがない状態。2,30万ぐらいかな、つなぐり。27万。まあこんなもんかっていうような感じなんだけど、逆にトリプルアタックの効果をそんなに感じるかっていうとっていう感じではあるけど、ということでいかがでしたでしょうか。思った以上にブラフマントライデント、まあまあいけるやんっていう風に思えたのが今回の僕の中では収穫でしたね。あ、意外と強いじゃんっていう。まあ、俺はもうちょっと正直作っといてなんだけど弱いかなっていう風に思ってたんだけど、まあ、計算機とかも叩いてみるとですね、コロツエ4凸の場合だと結構ブラフマントライデント、これ HP100% の状態なんだけどね、バフとか全部持ってオメガ剣とかも入れてますよっていうような状態だったんだけど、まあ、これでブラフマントライデントは2本入りますよっていうような状況になってるみたいなんで、逆にどうなんだろう。ここからさ、アニラのバフ入ってさ、ダブルアタック 80% とかなったらさ、抜けるんだ。そしたらなんかこっちの方がいいみたいですね。まあ、ただやっぱり基本的にはロスになっちゃうのかなっていう風に思ったんだけど、ただこれは減衰を考慮してない数値でもあったりするんでね、正直な話。減衰が出るのであればブラフマントライデントを採用する価値っていうのはまあ出てくるかもしんないし、まあ、僕まだ減衰出てないからちょっとこう使えてない感じだったんだけどね。まあ、もし今後将来的に強くなってきたりすると、もしかしたらブラフマントライデントが採用される可能性っていうのもあるんじゃないかなっていう風に思いました。ちなみにですね、まあ、こんな感じでブラフマントライデント2本入るんじゃねーみたいな感じでこっそり思ってたんですけど、コロツエを5凸すると全部ぶっこ抜けてコロツエになるっていう。そんな、まあ、結果もちょっと見えたりして、やっぱコロツエ5凸なのかなっていう風に思ったりもしたというような感じで、僕の、ブラフマントライデントを触ってみた感想でした。それじゃあ皆さんは、コロツエコトツ頑張った方がいいかもしれませんということでね。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。